皆さんこんにちは。谷正樹ゴルフアカデミーインストラクターの柿花です。今回はですね、このつま先上がりのラインの打ち方をちょっと説明していきたいと思います。でここ結構前側が上がってかなり急なつま先上がりになってるんですけれども、この場合、球がどう飛んでいくのかっていうと、まず基本的にはやっぱ左にこう曲がっていきやすいので、狙い目としてはターゲットよりもちょっとこう右側を向いてアドレスを取っていくような形にしていきます。でクラブなんですけれども、まあ思い切り振ってしまうとフックボールが強くなりすぎて、まあ、球が飛びすぎたりとか、ちょっとコントロールがしきれなくなってしまったりするので、一番手大きめの番手を選んでコンパクトに振るように意識をしていきます。でつま先が前側がすごく上がっている状態になるので、自然と長くクラブを持ってしまうとボールの手前を叩きやすくなってしまうので、まずクラブは、まあ、傾斜の状況に応じてなんですけれども短く握ってきます。ここは結構傾斜が強いので、ちょっとグリップの真ん中あたりまでクラブを短く持って握っていきたいと思います。で構えるときボールのポジションには、まあ、通常構えるときと同じ、まあ、真ん中よりもちょっとやや左目で OK です。重心の位置なんですけれども、こう傾斜にこう傾斜があるので、このバランスが崩れないように構えていきます。でそうするとちょっとこうかかと寄りに重心が来ちゃうとバランスが崩れちゃうんで、若干つま先寄りに重心を乗せて構えます。でスイング軌道なんですけれども、ま、基本的には通常のオンプレーンスイングの感じで全く問題はないです。ただしその代わり、まあ、先ほど説明したように左に飛んでいくので、ちょっと右目に向いて構えていきます。 ではちょっと打ってみたいと思います。まずつま先上がりの分だけ少しクラブを短めに持って、ボールのポジションはいつも通りで、重心はややつま先寄りに置いて、スイング自体は通常のスイング、ややコンパクト3クォーターぐらいのイメージで打っていきたいと思います。こんな感じでこうバランスがちゃんと取れる範囲内で振っていくのが一つポイントになってきます。傾斜のない、つま先上がり結構こう振りすぎちゃってダフっちゃったりとか、ボールが曲がりすぎちゃったりってアマチュアの方結構多いと思いますので、この打ち方ちょっと参考にしていただければと思います。